さあということで、よいしょ、本日の鬼越グルメ旅は、はい、ラウメンです。おお、はい、もう今や国民食、国民食、はい、はい、で領長覚えてますか、はい、我々の同期の初代 H 天才、はい、ラーメンの天才であり、ラーメンを愛し、ラーメンに愛された男、そして、はい、ピンネタも同期で、うん、もうチーム近藤と初代 H で、はい、ライバルで、まあ、双璧を成した。もう NSC って基本みんな尖ってるからウケないんですけど、もう H とコンちゃんはバカウケ、はい、はい、バカウケ、うん、でまあ、そんな A ちゃん、はい、まあ、芸人も辞められましたけども、うん、まあ、昔からラーメン屋で働いてて、はい、いつか自分の店を出したいと。でもラーメンの腕はすごいんですけど、はいはいはい、やっぱ H 自分でも言ってるんですけど、まあまあ、やっぱその、はい、ジュニアハイスクール卒業じゃないですか、まあ、そうだね、はい、ラーメンの腕は確かなんですけど、お会計とかね、いろんなその、はい、全ての計算ができないので、なかなか店を出せなかったという、はいはいはい、まあ、だいぶもっと早い、10年ぐらい早くラーメン出せることはできたんですけどね、うん、もうだって俺らが NSC の頃を含めると15年、うん、15年前から H はラーメン作ってるからね、作ってる、だ家で作ってくれたりとかして、オレンジで、ね、それでみんな食べて、すごいレベルのラーメン作ってくれた、はい、で最近ジュニアさんの YouTube にも、はい、あ、本当目黒で今朝ラーってのやってて、うん、行列並んでるっていう、ジュニアさんのやつでもね、やってます。やっぱり僕ら同期が来ないのはどうなのかと、正直な話、はい、すみません、僕は、オープン当日にも並びまして、もうすでに3回ぐらい来てるんですでもりょうちゃん初めてでしょ。初めて、ちょっとこれ、ね、だって俺目黒めったに来ないもん。来ないでしょう、これはちょっと食べとかなきゃいけないということで、いや嬉しいです、うん、はい、エイチャー食堂、よっしゃ、同期が作る。でもエイチって本当、これもエイチ本人にも聞くけど、いろんなラーメン屋行って、だってまずね、ゴールデン街でもやってたし、ナギ、うん、 でその後いろいろ行って、徳島住み込みで徳島ラーメンの店でやって、その後アメリカ行ってるから、すごいのよ、ラーメン侍だから、本当に本当にすごいよ、言ってるから。もうるちゃん、店の前で行きましょう、はい、もう見えてるから。いやもう、経歴を発表した方がいいじゃん。中ででも、エイジの喋りながらでもできるから。はいはい、僕初めて来たんで。わかるよ、わかるよ。こちらが、こちらです。エイジャー食堂です。はい。あ、ね、ちらっと見えてるわ。はい、エイちゃんがね。すごい。初代エイジの。ということで、今もう特別に、朝ラーなんでね、11時とか12時までしかやってないんですけど、今日はもう午後1時半にちょっと無理やり開けてもらって、はい。はい、もう本日売り切れです、はい、早く終わってしまい、すみません、はい、この字を見て見てみて、はい、はい、もう、はい、はい、犯行予告です、はい、見てくださいこちらの字も見てください、字、はい、これ字が下手なんで、 A ちゃんの人柄がね現れてるんですけどひらがなしか書けないんです、 A ちゃんは。そうなんですよ、はい、A ちゃんってラーメンしか作れないんでそう、ラーメンに特化型なんで、はい、ラーメン特化型芸人なんで、行きましょうか、よし行こう、これ A ちゃん食堂、よし、じゃあ近所からお願いします、まあ、僕はもうね来てるんで、はい、ちょっとお邪魔します、いらっしゃいませ。A ちゃん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、僕らの、同期、初代 H。お願いします。初代 H くんです。お願いします。ありがとうございます。同期のスーパースターですよ。いや、そんなことないですよ。いや、もう本当に、ラーメン界でやっぱり、すごいなんか、新星現れたみたいになってるらしいよ。そんなことないよ。そんなことは全然ないよ、もう。でも別にラーメン作り始めて1、2年ってわけじゃないから、もう何年くらい作ってんやけど。作り始めたのはもう19ぐらいだから、はい、だから21年ぐらい、21年か、21年目21年で店持ったのは最近、最近計算ができないからね、5ヶ月前え、それね、独立の話もあったけど、うん、もう全部引き算ができないってことでそうよ、何回もね、だってそれこそお店自体は任されてたもんね、あ、そうそうそう、ね、いろいろやらせてもらって、ね、そう、そう、だから味は確かなんですよ、うん、早速チケット買いましょう、チケット買いましょう、すごいよ、ほら青山豪昌さんのサイン、そう、いや、コナン、すごいよ、やばいでしょ、これそう、もう H グッズみたいなのもできてるじゃん、H、ね、やっぱり H ちゃんおすすめはラーメン、ラーメンのチャーシュー麺、あ、チャーシュー麺ね、やっぱり俺も行っちゃおうかな、これうめんだ、チャーシュー麺お願いします、チャーシュー麺、今年オープンしたの何月だっけ ?4 月。4月か。あ、うん、じゃあもうまだ1年経ってないと。5ヶ月俺、芸人関係ない、ほんとラーメン関係の人からもいろいろ聞いて、とんでもない今朝ラーがあるっつって、うん、で、名前何ですかって、A ちゃん食堂って言われるから、え、A ちゃん食堂って。
本当に。だって長野のねラーメンを、あもう本当津田さんも、健二さんが美味しいですよ。ありがたいよ、大絶賛して。あれワンオペなんだよね。そう基本はね、たまにあのアルバイトの子が入ったり入んなかったり。過ぎた？過ぎたじゃない。過ぎた。本当に過ぎたいたよね。え、過ぎたいたよ。俺だから最初のレセプションみたいなプレオープンが3日ぐらいあって、で、あの時はいなかった。そう。で、俺グランドオープン、そのオープン初日にどうしても食べたいってなって、朝俺9時半、結構早く来たけど、めちゃくちゃ並んでたのよ。もうえもうプレオープンから並んでたの？いやあのホームオープンだっけ？ホームオープンからね。うん、そうで十何人並んでて、俺1時間ぐらい待ってギリギリ仕事間に合ったんだけど、それぐらいやっぱりみんな注目してるというか。本当ありがたいですね。もうオープン前から H は結構曲がりで、あの、ね、江本さんのとことかでやってたよね。そう朝ね、そうあれもねすごい本当にありがたいことに。菅野とかでもやってなかった？菅野そう最後の方はね結構良かった。そうもう朝でも来てくれるようになって50杯がすぐ売り切れるみたいな。だって今さ営業時間で1時2時12時12時まで今はでも11時ぐらいに売り切れ絶対に売り切れてるもんね。出ることがほんとありがたいね。でもだいぶ早めに売り切れてるよ。俺らほんと同期でよかったよねこのラーメンを食べるために同期になったやばいですね。ほんと嬉しいよA ちゃんはね、 A ちゃん実は同期はあの同期2期いますもっと9期だよ元々はね。ほんとそうで、パンサーのカンさんとめっちゃ仲良かったね。そうそうそう、そう全然来てくれない。えあそう全然来てない。あカン連れてこようよ。全然来てない。しずるの村上さん来てる。村上さんはめちゃくちゃ来てくれてしずる村上さんプレオープンさ3日って全部来たんですよ。そう全部来てくれた。言ったの迷惑。やっぱりさ迷惑じゃんそれって。いや迷惑じゃないよ、全然迷惑じゃないよ。そうプレオープンだって金払わないじゃん結局いやいやそうだね。でもさダメですよさあの人さすごい嗅覚というかさ、今目黒が歩いてきたの、うん、そしたら LINE がピロンってなってさ、うん、見たらさ村上さんからで、え、まあ、今目黒のあの坂歩いてたっつってマジ今からあすいませんっつって A ちゃんのところで、うん撮影するんですよ。え何の撮影って一瞬こもうなんか来る感じだったから。いや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 いいでしょ。あちょっと僕らの YouTube なんですみたいな言って。あの人とラーメンは相性いいようで悪いから。そうね、いいよいいよ。スタブラだからめちゃくちゃいいよ。いやちゃんいやでもめちゃくちゃよくしてくれてる。結構9期生とか15期生も来るのかな。9期生も来てくれる。15期も来てくれるし。あ本当。そうあの。元エリートヤンキーのミノルさんとか、そうそう、あミノルさんね、そうもう来てくれるし、シマさんニューヨークのシマさんが朝ラーで来てくれたんだけど、ベロベロで来たらしいよ。そう、ね、プレーオープンの時ね、ベロベロで来たね、ベロベロで来るんで、来ました来ました。はいどうぞ。A ちゃんラーメンのチャーシュー麺、うまそうだね。うまそう。これもうシンプルな醤油ラーメン。油がね、俺らも年取ったね。こういうのなのよ。これなのよ。もうスープから。はい。H といえばもうスープなんですよ。やっぱ。あ、すみません。今ちょっと興奮して割り箸持ったもん。いただきますもん。どうぞ。嬉しいね。うまい。よかったよかった。うまいわ。ありがとう。うまいのよ。最高の醤油ラーメン。めちゃくちゃ褒めてくれてる。うわ、A1がずっと作りたかったやつだそうそうそう、シンプルだけど複雑な。そうそうそう、むずいよね、うん、これ王道だけど、うん、この中でもずっとこの中のうまさをこうさ、うん、出すっていう。そう、それを塚田さんのところが褒めてくれて、あめちゃくちゃ嬉しかった。木をてらってない感じで。そう、ちょっと麺もリフトしてる。これズズッといっちゃうね。ズズッとしてる。うまっす。ズうん、完璧。完璧や。めちゃくちゃうまい。本当にこれは朝から食べれる。嬉しい。嬉しい。麺も自家製なんだよね。そう、麺も自分で作って。これもいただきますもん。えいっちゃんのね、麺の茹で加減とか昔から最強だったよ。うまっ。本当にうまい。何回言ってもうまいよね、やっぱ。嬉しいで。これこれ。ありがたいよ。この毎日食えるラーメンってさ、うん、難しいじゃん。なんか一口目だけうまいっていうラーメンってさ結構あるけどさ、最後までうまいってラーメン、うん、厚さかね、厚さを保つっていうのが、うんうん、一応それも意識して作ってるから、うまい。
あとこのチャーシューね。チャーシューはね、飯田橋の備前亭っていうところで教えてもらって。うまっだって、この豚使ってるでしょ。そうそうそう、これが岩中ポークか林 SPF っていうどっちかを肉屋さんが持ってきてくれて、そう、卵もこだわってもう、じゃあいただきますもん。やばくないこの人たち。やばっ、うまっ。やっぱ国産がマジで欲しいよこれ。うまっ。国産が絶対いいよね、やっぱり。チャーシュー麺でこのチャーシューこんなに入ってるんだっていうこれさ、そう、ね、だからめっちゃ残す人もいる、うん、でしょ。もう想像以上に入ってる。いや俺らは嬉しいよ。でもさ、このこのチャーシューの量とかこの味も含めてさ、うん、やっぱエイちゃんっていろんなラーメンを渡り歩いてきたけど、うんうん、最後なんかやっぱ福島故郷の、あ、そうそう、あ、そう、故郷のラーメンに戻った感じするんで、ね、そうそう、北方やっぱりね、やっぱ北方ラーメンに近いよね。うん、福島のヤンキーだから20年も前ね、25、6年前ね。マジで優しいヤンキーね。あのブレイキングダウンとかに出ないタイプの。絶対出れない、絶対出れない。あんなやばいでしょ。一応なんでさ、これ朝なの。朝はもうそこもラーメン屋さんっていうか団子屋なんだけど、そう。でこっちに和屋さんっていうところがあって、うん、奥にラーメン目黒二郎があって。あ、目黒ね。目黒ある。そう。でそっちに味一があって。で、あ、あのチャーハン、あの、そう、セーブルチャーハンの、そう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 、でしょ、有名でしょ、有名、だからもうここでやるってここの人に聞いた時にもう夜は全然ダメって言われて、激戦区だもんね。でもあ、俺がじゃあ夜やって、でキビってもうめちゃくちゃ有名なお店だったから、それでもダメなんだったら俺がやっても絶対ダメだからどうしよう。で、うん、北方とかで朝ラーメン食べてたから、うんうん、ああもうそういうのもいいなと思って、それでエモさんのところで巣鴨の丸江中華、そこで朝一回やらせてくれって言って、うん、試しでやったらやっぱ2ヶ月ぐらいでお客様が結構ついてくれて、あ、じゃあ2ヶ月ぐらい経てばここもいけるかなっていうので、あ、じゃあもう朝にで8時に最初したんだけど、うん、もうちょっと早い方がいいなと思って7時半にして、そっから7時にして、今はだいたい6時半ぐらいには開けてる。6時半からやってるの、ね、ぐらい開けてる。そう、マジ、うん、3時ぐらいから仕込み始めて。すごいね。で3時、3時からでもスープがもうずっと継ぎ足しだから、うんうんうん、ある程度もう味が出てるから、そこにいつもの材料を突っ込んで、3時間半ぐらいで提供ができる。でそっから営業始まって、今だと大体11時とか11時半ぐらいの並んでるお客様で終わらせていただいてるって感じです。もうラーメン屋さんの経営者の顔になってましたけど、うん、昔舞台にギター持ってって皆さんこれから僕の曲聴いてもらいます、もう僕の魂にこもった曲聴いてもらいます、それでは聴いてください、ギターなんて弾けない、懐かしい、てか音楽全然興味ないみたいなネタをやってた男ですからね。やってたね。ちっちゃい動く子犬をさ、ワンワンパーティーね。ワンワンパーティー。ワンワンパーティーみたいなやつだよね。全く意味が分からせて。全く意味が分からない。でも本当にまっすぐな人間なんですよ。いや本当、俺らは金ちゃん同じクラス。まあ俺も2の B だからほぼ同じクラスで。まあ俺は金ちゃんと組んだから1組でネタ見せしたから。もう本当15年前からもう筑波の友というかもう。厳しかったもんね、あの頃の NSC。 だって1の A で残ってる芸人っていないよね、ほぼ。星野ディスコ、星野ディスコと西ダックス、ああマッチョ元相方のぐらいじゃない。もう2組が嶋佐と俺りょうちゃんぐらいで、もうあと森ちゃん1組2組がいないのか。あの1組で NSC って願書出した順番なんで、みんな真面目なやつが最初に願書を出すから、そうだ、真面目なやつやめてくんだよマジで。いやマジでそうだ ね、ほんとそうだ。いやこれうまいね、うまいわ、マジでうまいわ。ちょっとね、このチャーシューをこれもうトロトロ、チャーシューえぐいね。でスープももう抜群だし、ゲイチは昔からもうあの儲け度外視の創作ラーメンを確かにやってた。 俺さ、うん、食べれてないんだけど、限定とかめっちゃやってるじゃん。限定やってる、これね。で、たまたまその曜日が合わなくて、うん、日にちが食べれてないんだけど、限定もめちゃくちゃみんな並ぶでしょ。そう、ね、並んでもらって、もうめちゃくちゃありがたい。すごいんだよね。今月は何やの？10月は。10月は、
松坂牛の牛骨とヒラメの塩をやってやばいよな。その次の日それにまたさらに同じ食材を追って、うん、だし濃いから醤油にする感じ、はあ、で次が16が阿波踊りと秋鮭の塩ラーメン。すごいね、この楽しみ方もできるんだよ。そうやっぱ頑固一条流もね大好きだったから。めちゃくちゃ好き。同じ麺を今覆面の及川さんにお願いして、うんうん、そう使わせてもらって、まあ、あの神保町とかにある覆面のね、ちょっとその名残じゃないけどね、少しあるもんね。めちゃくちゃありがたい。もうそれで、ね、NSC 時代って厳しくて神保町で飯食うなって、飯食ったらクビって言われてたけど、確かに A ちゃんとね、金ちゃんと、ね、まああと俺の元相方檜山君とかとラーメン二郎行ったりしてさ、ね、本当に行っちゃいけないんだよね。そうそう、神保町のラーメン汁行ってな。最高だったね。おかずクラブも一回行ってさ、おかずクラブ初めて行くので、あの、ただでさえさ、神保町の二郎って、めちゃくちゃ量があるじゃん。あそこで大盛り頼んで、オカリナとユーピーが。食べ終わった後にまだ行けるなってからね。本当すごかったね。やばいね。マジで。売れるなと思って。こいつら売れるってなった。もうでもさすがにね、二郎あの時毎日食べてたけど、うん、今毎日は無理だよ。無理よね。もう俺も毎日は無理ね。量はたまに食べるぐらい。やっぱ行き着くラーメンがやっぱここなんですよ。もうありがとう。うまい。それが嬉しいわ。昔のお二人はそんな感じだったんですか。昔の俺らだろう。どう A ちゃんから見て。変わんないけどね、もう昔の今はもうめちゃくちゃ仲良かったもんね。まあ喧嘩するけど仲良しなんだ、まあね、普段から一緒にはいたもんね。そう、ずっと一緒にいたよね、でも。他のコンビより異常にいたよね、でも、うんうん、ネタ合わせ以外もいたね。でもそうだよね、もう絶対いたよね。それこそラーメンをね、A ちゃんが作ってくれるって言ったら一緒にいたもんね。俺も一緒に絶対一緒にいるね。必ず二人で行動してたな、うん。今もそう。今もまあでも子供とかも生まれたから、ね、旅行に行ってたよね、酒井くん、うん、そういえばツイッターで見たわ、キーちゃんの。あ、そうそうそう、北海道ね。つい家族旅行について俺の家族旅行に一人だけ行った。すごいよね、フィーチャリング酒井で、うん、まあまあ、やっぱり酒井くんにはもう金ちゃんしかいない感じっていう感じがするよね。でも、まあ、そうだった。だって檜山さんと組んでた時はなんかやっぱり、うんうんうん、うまくいってなかったね。ちょっとすげえやりづらそうだったし、気使ってるしっていう感じがあったけど、えいちゃんがピン芸人だったし、その15期のみんなの、あの潤滑油というか、うん、H 呼べば、だって檜山君と俺らか壁があったじゃん。そうだね、めちゃくちゃあった。10年やって入ってきてるから、お笑い10年経験して、A ちゃんが長かったのね、檜山君とかね。めちゃくちゃ長かった。そうそうそう、だから結構10年先輩だから俺らもなんか踏み込めなくて、うん、でも A ちゃんがいい感じにこう一緒にラーメン食べに行かせてくれるもんね。そうね。 A ちゃんはだって俺らからしたらまあ同期だけど先輩みたいな、うん、NSC 9期で入ってるから、パンサーの菅さんとかしずるさんとかハリセンボさんと同期だから、それこそかまいたちさんとかとも同期。同期だね。そうだね、すごいよね。もうそうそうそう、で信じらんない。でもみんなハイセンス覚えてる。ハイセンスね。A ちゃんの元コンビ。覚えてほしくないよ、ね。九期の人はみんな A ちゃん知ってるからね。あ、もう本当ありがたいよね。うん、だからこのお店でさ、結構あれ有名な人というか来てくれたりとかするの。なんか芸能人とか芸人とか。屋敷来た、屋敷。屋敷を来てない。あいつってそういうやつだよ、ね。マジで。皆さん、嶋佐はまだギリがたいです。嶋佐くんは来てくれてる、はい、屋敷総出だ。だからあいつだって別に近いからね、そんな遠くないんだから。そうなんだ、全然わかんない。あいつ飯に興味ないからね。あ、確かに。そう、あ、そう、俺ねこっちにしか興味ない。ツイッター見て思った、それは屋敷くんの、うん、そのこんだけ並んでこれかいって言ってたから、あ、なんか見た時蕎麦屋かなんか、そうそうそう、あったあった。そう、それで、あ、多分そんなにあれなんだろうなと思って、じゃあもう来てくれないだろうなと思った。でもこれで拡散していけば来ざるを得ないと思って、ちゃんと並んでこさせようね。あれアントニーとかは、アントニー、いや来てないかな、アントニー来てない。でもアントニーは中目の時は来てくれてたの。あーらしいね。結構そうだ、めちゃくちゃアントニーはいいと。俺えちゃんが池袋で、うん、あれナギだよね、うん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 、あの時もう俺結構行ってたもんね。ああ、来てくれてた、ね、池袋住んでた時も。なんならあなたたち一緒にラーメン屋でバイトしてた。そうだ。でしかも、うん、
黒猫とかでもバイト一瞬だけど、そうそうそう、一瞬だけ一緒にバイト面接で、黒猫それから佐川ね、あ佐川か、一緒にバイト面接で行って、そうだ、そうだ、夜中の仕分けね俺しんどすぎてさ、朝の3時泣いたんだから俺俺もすぐやめた、俺一日であれ辛すぎるよねマジで、やばい、あれもうもう普通考えられないぐらいきついあれきついよな、だからすぐやめた、そうだ、一緒ラーメン屋で池袋でバイトしてる時にみんな芸人が行ったらサービスしてもらえると、うんうんうん、でやっぱ栄一の日はちょっとレベルが違うぐらい美味しいと他の芸人と比べてでも金ちゃんのバイトの日はなぜか勝手に油多めにしてるあのチャーシュー多めとかじゃなくて勝手に油多めに油増しがサービスだと思ってチーム本当は1杯なんだけどね、いっぱい入りでしたから絶対ダメなんだよ高いからね、チームとかはね、有名な人で言うと、あれデザインしてくれてた秋山グギさんっていう人はすごい有名なデザイナーの、デザイナーさん、そう、あのすごいよね、ペチャン食堂のやってくれたり、あっちにももう後輩一同からね、後輩にも慕われてたから、今度ちょっとみんなで並びたいな、やっぱりやばいです、みんなで並んだ、だからこの間俺パーマかける、そのちょっと前に、まあ、近くでパーマかけるから来たら大雨だったから空いてるかなと思ったらね、パンパンだったもんね、一人回しだからさ、本当ありがたいよね、やっぱ死ぬほど接客いいのよ A ちゃんがまあもう皆さん見ていただければ分かるんですけど、人柄がもうね抜群なんですよこいつが作るラーメンがねまずいわけない、そうそう、やっぱ中卒だから中卒はいいですよ、やっぱこれでこれで生きていくしかないって覚悟はずっとあったよ、確かに確かに、一瞬だからさこの文字あるじゃない、うん、そう、これは島さんにも絶対やめた方がいいって言われてんだけどもうしょうがないんだよね、もう何も知らない人さ本当にこれラーメンうまいのって思うよこれひらがなで生卵すき焼き食いがおすすめだこんなだから昔のファミコンのパスワードみたいないやだからしょうがないよね、もうだから本当に愛すべき、楽がないって怖いよね、だからもう東京 NSC みんな A ちゃん知ってるし、でみんな本社の近くで凪で働いてたから朝までネタ作りしてそこで食べるっていうので、でも、もうみんなもう15年前とは言わないけど13、4年前からもう店持てばつの言ってたそれぐらいの実力はずっとあったんだよね、ずっと持たなかったね、持たなかったというか、まあ、持てなかったっていうのは、その時もだ聞いたら計算がって言ってたもんね、そうそうそう計算ができないからっつって、そう、あとやっぱ人がいいからさ、やっぱ、まあね、ラーメン屋さんもブームで商売っ気のある人も多かったから、うん、騙されちゃうからね、栄一は、まあ、栄一ちゃんって、うん、まあこんなこと言うとあれだけど、やっぱあんまりお金とかさそんなに気にしないじゃん、ね、正直、うん、まあ、食べてければある程度いいからね、うん、だから信用できるってのもあんのよ、その金儲けにやっぱ昔から走ってないというか、だからやっぱりこういう実直なラーメン作れるっていうのもおかしいけど、だって H 頼まれて徳島住み込みで1年ぐらいさ誰もいないところに行ってなかった、何の地盤もないと教えてもら、徳島ラーメン教えてもらって、うん、でそこで徳島なんでか知ったけど煮干しラーメンが食べたいねってなって、うん、あじゃあ僕作れますで、うん、それで今親方やってくれてるんだよ、俺がそのまま教えたレシピでやってくれてて、でそれで自動販売機とかで販売してくれてて、あそうなんだ、そうめちゃくちゃありがたい、すごいね、嬉しい、ラーメンが大体1年間修行行くところ1ヶ月ぐらいで味覚えちゃう作り方早いんだ、ごちそうさまでした、もう美味しかった、完食開演しました、ごちそうさまです、皆さん食べてくださいねこれはあの僕らね、うん、まあ、たまに食レポとかやりますけど、うん、本当にこれ自信を持って美味しいと言えるラーメンなんでこれはもう何の癒着とかねそういうのもないんでプライベートで来てるってやっぱそういうこと、そうね、もうありがたいね、本当に、うまいんだよ、本当に、でも15期ってさ他の期と比べてさやっぱ食いしん坊でやっぱラーメン好き多かったよね、多いかもしんないね、確かに毎日食べてなかった、毎日食った、食ってた、みんなデブが多かったじゃん、多かった、そのあ多かった ねみんな空手だからみんなラーメン食いってさ、ポンちゃんと一緒に作ってたんじゃないですか、朝貝さんの家、A ちゃんが自分で麺作ってくれて、あの自分いつもバイトしてるとこで A ちゃん特別麺で、俺のオレンジのもう汚いコンロ一つでスープ温めて5時間ぐらい作ったんだよ、そうそうそうで、そこで麺茹でてくれるんですけど、そうそうそう、もうよかった、ね、うますぎて
スープもイカ煮干しでめっちゃうまいの作ってくれて、うん、だけどもう同期が来すぎてなくなっちゃったんですよ。その麺がうますぎて、これもう茹でて卵を絡めるだけで釜玉麺ね。やってたやってた。で、あれそれだけで、これだけで店作れるよっていう。めちゃくちゃ麺うまかったね。めちゃくちゃうまい。あれもでも、やっぱ A ちゃんが辞めた店とか行って、他の人が茹でてもその味になんないの。なんかちょっともう30秒とか10秒単位に違うのよ。あれもめっちゃうまかったね、イカ煮干しね。イカ煮干しもよかった、ね。あれはやってないんだ。はたまにやってる。たまにやってる限定、うん。やっぱり好きな人がいて、食べて2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回ぐらいで回してやってる。そうそうそう、めちゃくちゃパンチあるよな、あのイカ煮干し。あれうまいよね。結構創作食べてる。オマールエビも伊勢エビとか、なんか結構やってたよね。やってた。ゴールデン街ね。ゴールデン街の時に。うん、めっちゃ店舗いたよね。渋谷でも1回やってた時あったよね。やってた。俺そこに1回食い行ったもん。うん、あれ、徳ちゃんでやってたと。あ、徳ちゃん、そう、徳ちゃん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 、もう嬉しいね。そう、満を持して4月に。いや、最近、最近よ。しかも15年。朝ラーで勝負してるのがすごいよね。M1 で言ったらラストイヤーに店出すみたいな。まあ、まあ、まあでもこれ優勝だから。優勝してればラストイヤーにも。もう、もうだって、だって H、アメリカまでラーメン作りって。あ、そう、ナギ。あったよね、ナギね。アメリカまで自分で行ったんじゃなくて、雇われ店長で行ったんですよ。そう、それで行って、あっちでは一番最初は投げじゃなかったんだよね。あ、そうなの。本当に何も豚骨とか、そう、豚骨を作ってくれって言われて、うん、豚骨なんか作ったことないから、どうしよう、まあとりあえず投げの社長に電話して、いろいろアドバイスいただいて、そこででそんな材料がでもないから、もしとりあえずどうしよう、作んないといけないからって作ったらこれだみたいになって、よっとりあえず作ったやつが、あとそう、原点はどのラーメン。一番このラーメンの原点、ラーメン始まり、最初のラーメン始まり、一番最初ラーメンエイちゃんが作るようになった時の原点のラーメン、ナギだね、ナギか、それでナギで限定を作らなきゃいけないってなって、うん、それまではそのお店のラーメンはずっと作ってきたけど、自分のラーメンって作ったことなかったから、うん、それで限定でやってって言われて、そっから作ってったら、あ、なんかできるんだな俺でもと思って、そっから作るようになって、うん、そこでイカ煮干しと出会うんだよね。なるほどね。そう、業者になんか面白い煮干しないって言ったら、イカ煮干しっていうのがあります、あ、じゃあそれ持ってきて、で作ったらめちゃくちゃうまくて、うん、めちゃくちゃうまかった。うまかった、あれはめちゃくちゃね、原価めちゃめちゃ高いけど、高いんだよね。だからあれ食っちゃった時はやっぱ A ちゃん、これはもう、もうあ、これだ、もうすぐにでも、もうラーメン屋出しなよって言ってね、みんなで金出すよみたいな流れもあったけどね。でも A ちゃんがどうしてもやっぱりと計算できないのと、あとみんな金もなかったからね、今だったら、今屋敷だったら出してくれるから、無理よ、もう食いにすら来てないから、まだあんなオーナーダメよ、もう。でも今でも経営もうまくいってるんでしょ。でも券売機あるからね今。あ、そっかそっか。これがだから、これが一回止まった時とかは、はあってなっちゃう。もう営業は終了。もう分かんないから。いやいや、結構簡単よ。ラーメン1000円だから俺。いや、でも難しいのよ。ね、え、分かんないなっちゃう。何が難しいの？ラーメン1000円で。その、うん、お金をちゃんとやらないといけないっていうのが、うんうん、そっか、後で計算もあるから。俺昔なんか酒の配達のバイトしてて、うん、なんかあんま関係ねえだろうって言われるかもしれないんだけど。うん、5000円渡されたの。ああ、5000円だから、お釣りいくらですねって、3000いくらですって言ったら、俺1万円渡したよって言われて、でも5000円だから、でも怖いしさ、うん、はいって言って、そのままもう7000円ぐらいお釣り渡して、うん、やっぱ帰ったら結果5000円だったの。だから、そのプレッシャー、もう計算しないといけないっていうプレッシャーになると、もう自分が間違ってるんじゃないかみたいになっちゃう。わかんない。くなっちゃうから、もうお金の計算だけは絶対にもうしない、わかんなくなっちゃう。どうやって生きてきてるの？よう生きてこれだよ、このままで。怖いからね。でもすごくない？これ皆さんに知ってほしいのは、本当に中学出て、まあ、大工とかいろいろやってたんですね。そう、うん、でお笑いは何歳？18ぐらい？20歳で始めちゃう。結構だから12歳から8年ぐらい
いろんな職業を転々として19でラーメンに出会って、うん、そのままお笑いも始めて、そう、ああそうだ、ね、でそしたらお笑いもめっちゃ面白かったけど、まあちょっと仕事も入ってこなかったからラーメン屋の方に徐々にやってったら、いろいろ徳島行ったりアメリカ行ったりして、ついに15年かかって集大成のラーメン屋を、そうですね、しかも朝ラーね、まさかの、うん、嬉しいのはさ、やっぱ A ちゃんがリラックスしてるのが嬉しいの。あ、もう営業中は、いや、あの、いや、営業中はでもしっかりしてるよ、うん、まあ本当に接客もいいし、ジュニアさんの YouTube 見た時ガチガチだったっすよ。そうそう、だってさ、緊張するよね、会ったこともない人だし、まあね、もうなんか雲の上のような存在だし、まあ、芸人からしたらもうそりゃそうだよね。しかもラーメンを立ててくれてたから、はいはいはい、芸人の方が簡単ちゃうのみたいなこと言ってくれたり、そう、なんかすごいいいこと言ってくれてたから、うん、もうあ、なんかもっとちゃんとしないだと思って、最初こうなってたんだけど、こうなってたんだけど、緊張しすぎて、確かに。もう、めちゃくちゃいい人じゃん、しかも。そう、優しい。あの、俺らも、俺らももう大変お世話になってるから。でもめちゃくちゃいい人で、本当にちゃんとさ、ジュニアさんが並んでる時俺ちょっと感動したよね。感慨深かったし、うん、ただやっぱそこでやっぱちょっと思ったね、まず行くのは俺らじゃないのっていう、その、まあ、申し訳なさね、ジュニアさんがどうとかじゃなくて、行って、あ、俺ら行ってないわってなって、じゃあちょっとせっかくだし、H に貢献した、まあだってオレンジでもラーメン作ってましたけど、ね、あの朝早いしさ、時間ないかなと思って、全然、ね、営業中は無理だし。もう本当積もる話なんてもっといっぱいあるもんね。もう本当に H のなんならこうネタを俺らのチャンネル流したいぐらい、ネタの素材残ってないのかね。H ちゃんのね。いやだからないと思うよ。多分。俺未だに覚えてるのが伊集院さんじゃねえ、あの。キリュウショウさん、ね、あのゴールデンボンバー。池田さんの元相方ね。俺未だにあの人は多分忘れてると思うんだけど、俺なぜかそれだけ鮮明に覚えてて。童貞だったんだよね、多分。あ、キリュウインさんもね。19か18ぐらいで、うん、僕童貞なんだよね、みたいなこと言った時に、おめえダセーなって言ったのは、いまだになぜか、俺、あの人出てきた時に、はっと思ったの。覚えてたんだよ、覚えてた、俺は。え、この人あれじゃねえかなと思ったら、池田さんの相方で、そうそう、もともとね。そう。なんであんなこと、休憩の時なんであんな、ダウンタウン見てたから、もう。ああ、そうね。そうだね。の遺書とか読んで、でもネタもずっと見てたから、笑っちゃいけないってなってたから、ネタ見せで一回も笑ったことないし。愛されキャラになったのは15期からだったって、うん、だから本当の自分、本当の自分って言い方おかしいけど、だからもうなんかこうなってないといけない、お笑いやるのはこうなってないといけない、面白くねえな、あいつら。全然面白くねえって言ってないといけないと思ってたけど、そんなんじゃねえんだと思って。そっから楽になって、だからもう、そっから気張らなくていいから、そんなキャラじゃないもん、ね、そっから6年経って15期で入った頃にはもう最初からいじられキャラだったんですよ。だからこんなリーゼントでタンクトップ着てさ、ギターなんて入れないってか、音楽全然興味ない、なんもない、で犬走らせてさ、あれね、あれは面白かったよ。いやちょっとこれ皆さんに来てもらえて、来てもらいたいね。そうだね、皆さんに、俺らがもう同期の中で腹抱えて笑ってたり、ラーメンとかでお世話になった栄一が、今一般の方も楽しめるそうだ。あの、ラーメンの味はもう確かだから。いや、それだけは本当に。それは本当です。あの、はい、全然色物じゃないですか、はい、ラーメンは。王道。この普通のラーメンももちろん、限定もね、食べたいのよ。だから、なかなか日程が合わないけど。これ儲かんの、こんなに高級食材そうだね。どうなんだろう、使ってて。これはね、そんなに正直、1500円とか1400円とか取ってるけど、うん、そこまでは儲からない。儲からないよね。趣味みたいなもんでしょ。そう、自分がやりたいのと、やっぱりその神保町の及川さんとかお世話になってるから、やっぱり名前、麺使わせてもらってるからさ、やっぱりその名前を汚すわけにもいかないから、だからやっぱりいっぱい財力打ち込んで、なるほどね、出し取って皆さんに楽しんでもらうっていう。はあ。これとかはすごい面白い。モビール、子牛の骨で前取ったとイタリアの子牛の骨でやった時がすごい面白かったから、今度はニュージーランド産の子牛の骨でやって、ミル、本当ミルクの匂いがして、すごい変わってる。全然違う。そう、全然違う。本当不思議な感じ。そこにニュージーランド産の貝を合わせて、すごいね。てかもう料理人だもんね。その発想が。
そんなことはない。掛け合わせ、こことここみたいな。ボストンでラーメン屋したんだな。レッドソックス。え、それ、本当に俺、その頃はあんまり連絡取れてなかったけどさ、うん、アメリカのラーメン生活は正直どうだったの？大変だった。もうストレス。英語もできないでしょ。英語もできないし、日本語しかできない。全員伝わんないから、もうジェスチャーでこうやってこうやって、だからスープ作りとかもこうやってこうやってって言って、で、あ、違う違うっつって、夜中中教えて、で、朝方ちょっと寝てまたやってっていう、それのなんか繰り返し。営業中は教えれないから、ラーメン作って、俺が一人で作ってるから。はぁ。そう。マニーはどうなんですか、マニーは。マニーもそんなによくなかった。もらってないわ。うん。すごいよな。ラーメン好きじゃないと無理よ。経験がすごい。そうだからめちゃくちゃでもいい経験できたなとは思った、うん、友達はできなかったアメリカでできない喋れないもんだって計算できないんだから喋れるわけない飛び級すぎないそう店持つ前に計算できないからお前店持ってないよっつったらアメリカ行ってボスト行っていやちょっとうまかったわいや美味しい本当にこれちょっとまた限定の日も来たいなだ限定食べたいね限定はまたもう信じられないぐらい並んじゃうでしょそうだよ、ね、うん今のところでね並んでもらってるからあんた頑固一時を理由にね5時ぐらいから並んでたもんねトップで並んでたからトップで並んでる人と会ったことあるない見たことないもんトップで並んでる人一番で食べたいっつってあれ一条さんのラーメンそう一条さんねカリスマ大雨の時に来ても俺待ったから結構ねえ一番空いてる時間で並んでたの6時半これねいやでも一番最初は朝がやっぱり一番空いてるね朝から来ちゃおうかな朝から来よう今度いやいやありがとういやいやもうごめんねなんかいやもう本当美味しかっためちゃくちゃうまかったわええじゃんいやもう絶対美味しいとは思ってるよ美味しいラーメンを何回も食べさせてもらってるからでもその中でも一番難しいじゃない醤油ラーメンって多分普通のやつはねいかに干しとかも濃いからある意味うまいって言いやすいよ一口目がめちゃくちゃうまいラーメンって結構あるのでも最後まで美味しいラーメンってなかなかないじゃないありがたいですいやこれ朝でもいいしね朝でもいいしやっぱ35のおじさんには一番いいよ本当にちょっとまたじゃまた来るよ同期で集まりましょうじゃあ集まりたいここで締めよう銀ちゃんさあということで、はい、我々の、同期の、はい、鬼越のグルメ会今回も2回目ですよ、ね、初代栄一おたけさんのところも行ってきたけど、はい、いやい、ね、ついにこの初代栄一がでもまたもしかしたら今後弟子とかもできて二代目栄一が二代栄一二代栄一って二代目栄一ちゃん食堂ができるかも二代目圭介とかねあるもんね絶対できないよまあちょっとこれまだ皆さんも普通のラーメンまず食べていただいて、はい、あと限定でお楽しみっていうのもあるので毎日来れるラーメン屋なのでぜひねあの朝から6時半からやってますのではいツイッターもねやってるツイッターもやってるツイッターで限定の情報とかいろいろ見れますんでとんでもない量の金目入ってたスープいつも俺写真見てさすげえなと思ってめちゃくちゃ入れてるでもう原価も度外視でやってますので、はい、ぜひ皆さんもねこの A ちゃん食堂、足を運んでください朝6時半から、はい、もう売り切れたらそこで終了ですはい、はい、ということで今日のゲストは今日のゲストはゲストです、はい、A ちゃん、はい、ちょうど H でしたありがとうございましたありがとうございましたまた来るよまたこのチャンネル見てるやつは全員クズだお前らはもうクズが確定してるチャンネル登録はしたからだみんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すようにというわけで次の動画はこちら